フェルディナンド・ルレアンは、フランスの旧王族オルレアン家の一員。全名は、フェルディナン・フランソア・フィリップ・マリー・ロラン。儀礼称号は、モンパン・シエコー。フランス王、フィリップ・ナナセ名乗るル・オルレアニストのフランス王位、請求者パリ・ハク・フィリップと、その妻である、スペイン王女、マリア・アイサベルの間の四男、末息子として生まれた。イギリスのケンブリッジ大学を卒業後、ブラジル、 日本、ボルネオ、インド、フランス領インドシナなどをめぐる長期の世界一周旅行を経験した。この世界旅行で諸国の自然や人々に魅了されたフェルディナンは旅行記を執筆し、後に出版している。フェルディナンはチャールズ・ダーウィンの進化論の熱心な支持者だった。1913年、ヨーロッパの列強諸国が締結したロンドン条約により、 バルカン半島のアルバニア人居住地域にアルバニア公国が成立した。しかし、アルバニア人の自己統治能力に疑問を抱いていた。列強は、同国に対する影響力を保持するため、国家元首であるアルバニア公を指名することにした。列強はフェルディナンにアルバニア公くらいにつくよう打診したが、フェルディナンは王冠の提供はむしろ兄のオルレアン公にすべきだと、 して、この申し出を断った。結局、アルバニア公になったのは、ドイツのプロテスタント諸公家門の一員で、ドイツとオーストリア・ハンガリーが推薦したビート公子ウィルヘルムだった。フェルディナンは1921年8月20日に、ランダン城において、スペイン貴族の第三代バルデテラス諸公爵夫人、マリアイサベルゴンサレスでオラニエータ・イーバレッタと結婚したが、妻、 マリアイサベルトの間に子供はなかった。結婚から3年足らずで、フェルディガンはおそらく麻薬の服用を原因とする、心筋梗塞に倒れて急死し、ドルーの三類王室礼拝堂に葬られた。ありがとうございます。